日の電プレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は環境破壊レベルの強さ、職業選択の極意ということでお届けしていきたいと思います。とその前に、はい、こちらですね、現在公式ディスコードで、攻略情報を投稿すると抽選で豪華な景品がもらえるキャンペーンを行っておりまして、それ用の投稿動画にしたいと思います。ということをキャンペーンで言うことが条件になっておりますので言わせていただきましたと。はい、ということでですね、これまたですね、特に最近になりますけども、キノコ伝説界隈では結構話題に上がるんじゃないかなというのが、職業選択についてということになります。で、まあ最初にね、選ぶべき職業みたいなところは以前ね、お伝えしましたけれども、もう皆さんね、レベル100がね、見えてきたりしてる方も多いと思うんですよ。はい。なので、今日はですね、まあ海外版のね、情報も踏まえた上で、今、そしてレベル100、そしてさらには、覚醒段階ですね。まあ、レベル120になるんですけれども、海外版ではですね、日本版でも多分そうなると思いますが、その段階でどの職業が最強なのかというところをお伝えさせていただこうかと思っております。ただ、大前提はですね、はい。まあ、元も子もないですけれども、どの職業でもその職業の特性に生かした育て方をすれば強くなれます。はい。なのでもう絶対これが一番強い、最強です、これがもうみんなやるべきですというものはありません。はい。ただね、とはいえ実際ね、あのレベル100になったら全然強さ変わるとか、120になったら全然レベル1に強くなるとかね、まあ、そういった職業もありますので、その観点からねお伝えさせていただければと思います。なので例えばですよ、先にお伝えしておきますけども、トラえもんの所属するサーバーの、上位3名はすべからくマキノコ系統です。はい。というのがね、今日の内容と絡んできます。はい。マキノコがトップ3なんですよ。なので、絶対はないんですっていうところがね、まあそういうことになってくるんですけど、とはいえね、ほんとね、今というかね、キノコ伝説界隈ではおそらくですけども、トラえもんの推測では弓がね人気だと思うんですよ。で、弓が強いぞということで結構話題に上がると思うんですよね。はい。これレベル80とか90の方もそうだと思います。はい。100にならずとも、そういった方々が多いと思います。はい。なので、まあ、そこも踏まえた上でね、どうして弓が強いのとかね、はい、レベル100になったらどうすればいいの、120覚醒段階まで見据えたらどうすればいいのなどのですね、はい、お届けしていきたいと思います。はい。まずですね、今についてお話ししましょうか。はい。今トラえもんは聖職者を選んでます。まあその他の方でね、ボウガンとか弓とか剣とか斧とか選んでる方いらっしゃると思いますけども、まず今について話をすると、レベル100を見据えた上で職業転換をするのであればありだと思います。はい。それ以外で、まあ闇雲という人はいないと思いますけれども、はい、あの職業転換を、このタイミングでとりあえずするとですね、宝石が4000必要になってしまいますので、そうするとね、またレベル100で職業転換しようってなるのは、非常にもったいないというところで、まあ、そのためにもね、あの本日の内容を少しでも、ご参考いただければなと、レベル100を見据えた上で、今転換できるように、はい、あのご参考いただければなというところでお届けしています。でですね、まあ今変えるもよし、ただ一回変えるとですね、それこそ彫像とか装備とか仲間とか、まあいろいろね、まあ、装備仲間を入れ替えるのはいいですけど、まあ、彫像をねステータス入れ替えたりするとかね、あのいろいろとね手間もかかるので、まあそれ見据えて100を見据えて今からやっておくもよしですし、まあこのタイミングではねやらないっていうのもありかと思いますが、はい、とりあえず今についてはね無理する必要はないと思いますよ。はい。でまずね、はい、じゃあ、今レベル80のところで、を過ごしている方が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、レベル80はねもうお話ししません。はい。まあ、今の話ということで、さっきのお話した通りですね。でレベル100からお話をしていければと思うんですけれども、まずですね、レベル100で、
海外版の情報を含め、あとはまあトラえもん実際そのスキルとか見た上でね、はい、その強さの伸び幅とかを踏まえると、まあ最も強力だろうと言われているロマンがあるのがこれですね、はい、ボーガンですねになってきます。で、まあこの発動技自体はね、はい、連撃ダメージプラス 60% ということで、パッシブは連撃プラス 30%、攻撃速度 15%、回避無視 10%、連撃ダメージプラス 140% ですね。で、ここ、連撃時に弾丸を2発発射する。で、レベル100になるとどういうかというと、はい、通常攻撃で弾丸を2発発射するというね、あのね、ここでね、非常に強くなります。まあそもそもね、今レベル80の段階でもボーガンはおそらく火力を出すという意味ではトップクラスの職業になるんじゃないかなと思います。で、これレベル100になると、通常攻撃で弾丸を2発発射するというね、もうとにかく、はい、30連撃増えて、攻撃速度も増えて、連撃ダメージ増えて、つまり連撃の係数と攻撃力さえ上げてしまえば、もう安定的に超火力を出せる、ロマン職業というのがこのボーガンということになりますね。はい、これはね本当に強い。はい、パッシブの、組み合わせといいますか、その性能の方向性がね全部一致してるんですよ。はい、で発動技もね、はい、連撃のダメージを増やしますということで、このボーガンがまずレベル100ではとにかく、育てやすい、かつ分かりやすい、かつ火力ロマンを出しやすいということで、まずこのボーガンがレベル100では、海外版含めて、一番おすすめと言われてます。はい、まあそもそもね、レベル80までの時点で、連撃が2発になるっていうね、まあそもそも強いですし、で100になるとね、これね、通常攻撃で弾丸を2発発射するっていうね、さらにね、その、火力が激アップするっていうところが強力ですね。はい、で一方で弓見ていきましょうか。はい、ここですね。はい、弓もですね、はい、連撃プラス 30%、ここら辺一緒ですね。で、ここから会心ダメージ加算プラス 70%、通常攻撃 50% かけず、目標の限界体力 1% を与える、会心発生時攻撃プラス 40% ということで、まあ、火力をね、その高めるという意味では、確かにそのパッシブは強力なんですけれども、ただね、ボーガンのように安定的に、ガンガン、出せるか、そしてその育て方含めてね、はい、やるというのは、まあ、ボーガンにやっぱ劣るかなというところですね。はい、で次、はい、マキノコから派生して主教いきましょうか。技能改進プラス 15%、 追加で攻撃プラス 12%、 技能改進ダメージプラス 50%、 はい、で発動技が体力値 50% 以下の目標 8% 追加ダメージを与える。で100になると、はい、発動技は発動後次の通常攻撃がダメージプラス 100%、 これなんですよね。これがね、まあ、この魔法使いというか、マキノコは、技能で戦うんですよ。それがね、レベル100になると、こう、通常攻撃のダメージが、しかも次のね、になってくるので、ここでね、伸び幅がね、弱いっていうのが、主教ですね。で、はい、聖堂はですね、はい、ここ、技能開始一緒。追加で攻撃 12% 一緒。はい、発動技エネルギー回復加速 30%。はい。これは隕石衝突の話ですね。で、発動技の効果時間がプラス 50%。まあ、ダウン時間ですね。ダウンはなかなか発生しないんですよね。で、最後、レベル100になると、ダウンが1回発動するたび、全発動技のクールダウンがマイナス 0.3 秒ということで、これはね、いかにダウンを発生させるかなので、これもまたね、難しいんですよ。ダウンは、なかなかその、確率的に上げるのがまず難しい。で、かつ、ダウンを上げようとすると、技能のダメージを上げにくくなので、ちょっとね、その火力っていう意味でも中途半端になってしまうっていう感じですね。で、次。はい、斧行きましょうか。戦況ですね。はい。はい。反撃プラス 30%、基礎反撃係数 30%、追加で防御プラス 30%、反撃ダメージプラス 140% の、で、次。非攻撃時、通常攻撃ダメージの 80% を反射。いや、結構強力ですよ、これ。はい。結構強力です。はい。で、次行きましょうか。体力損失 10% ごとに攻撃プラスパス 3%。これはまあちょっとイマイチかな。はい。まあマックス全部死ぬときに 30% アップっていうことなので。はい。で、次、剣士ですね。はい。反撃プラス、ここら辺一緒ですね。はい。で、ダメージ軽減プラス 10%。10秒ごとに最大回復値 505% の防壁を獲得。防壁は5秒。はい。で、体力損失 10% ごとダメージ軽減プラス 2% ということで、もう完全に防御特化ですね。はい。
なのでまあ斧もね剣もね防御力は高いんですけども、その分火力が出ないので、まあ、弓に耐えながら倒せるかっていうとねなかなか厳しいところかもしれませんね。はい、なのでやはりこのボウガンがまあ一番、分かりやすいです。かつ、強化もしやすい、育て方も育てやすいですし、何よりレベル100になった時のね、はい、その強さの伸び幅が高いっていうところがね、まあ、それで言うとあとは斧もそうですけどね、まあ、この2つが強いかな、特にボウガンかなというところです。で100の後今度ね、はい、覚醒っていうのがあるんですよ。これはレベル120になると、この発動技がまず変わるのと下のパッシブスキルの内容が少し変わってきます。はい、これもね重要です。はい、このパッシブ技が変わりますねと、はい、いうところですね。パッシブ技は自身の攻撃は相手の回避を無視する10秒間。これがめちゃくちゃやばい。はい、回避無視はやばいですよ。全部当てちゃうんですよ。あのボウガンの火力ロマンで、全部当てちゃうっていうね。でレベル120になるとここが強くなるんですよ。連撃時に弾丸もね2発か3発になるんです。はい、まあ、ここら辺はね変わんないですけども、はい、なのでねまあ覚醒になってもやっぱりボウガンは強いですね。はい、回避無視はねちょっとやばいんじゃないかなっていう感じですね。ここら辺変わんないですね。ここから弾丸に3発になって、ここの通常攻撃の弾丸の数は変わんないですけどね。はい、なのでまあ120になっても、まあボウガンはやっぱ強いですよ。はい、健在ですというところになりますが、ただじゃあその後その他のね、職業がどうなのというところを見ていった方がいいと思いますね。はい、ということで見ていきましょうか。はい、次弓ですね。はい、弓もここ発動技6個のエネルギー回復が4秒停止ということで、まあ火力なんだ型なんだけど弓はね、ただそのエネルギー回復を停止するっていうのがまあ別に悪くないんですけどね、悪くないんですけど、だったら火力もろうぜっていう気はトラえもんはしなくはないですね。はい、でここは一緒ですね。ここも一緒、ここも一緒、ここかな。さっきは 50% だった確率が 100% の確率で体力値 1% ダメージで、ここは一緒ですね。なのでまあ 100% の確率で体力 1% 減らすというのはどこまで強いかっていうのはあるんですけど、発動技のバランスがね、はい、あるのでやっぱりボウガン優位かなと。で今度魔王行きましょうか。はい、覚醒になるとまず2発動技技能改進がさらにプラス 50% します。でここ一緒、ここですね。発動技が体力値 50% 以下の目標に 160%、 さっきは 80% だったかな。まあなのでね、火力はここでガッと上がりますね。はい、はい、見てみましょう。 80% でしたね。これが 160% になるので 50% まで削れさえすれば 160% の追加ダメージを与えるっていうのは、まあ、これはかなり強力だなというふうに思います。はい、なので結構ね魔王はここに来て、まあここがね通常攻撃はプラス 100% ダメージっていうのが弱いんですけど、まあ技能のね発動タイミングさえ合えばさっきの 160% 追加っていうのが生きてくる感じですね。で次、はい、戦時ですね。はい、パッシブ自身の攻撃、相手の防壁、つまり金バリアとかですよ、これを即時破壊する。これはね強力、非常に強力です。はい、でここは一緒、ここは一緒、次かな。はい、発動技の効果時間プラス 50% で、このクールダウンのここは一緒ですけども、まあ発動技が強化されるっていうねことになりますけれども、まあこれもねとはいえ、そだったら魔王にさっきの防御破壊をつけてほしかったなって感じですね。で剣士、はい、剣士はパッシブが最大体力値 55% 持続回復するということで、もう防御特化特化、耐久特化特化になるって感じですね。はい、10秒ごとに最大体力値 10% の防御壁、はい、がここは一緒ですね。なんで 5% の防御壁が 10% になりますということですが、やっぱ火力弱いかな。で最後ね、斧、これがトラえもん注目してて、海外版でもそうなんですけど、5秒間反撃発生時に目標を打ち上げる。打ち上げるっていうのは行動不能にします。はい、0.5 秒ですけどね。見てみましょうか。はい、このステータス詳細で、打ち上げ、これかな、通常攻撃時に確率で目標 0.5 秒間打ち上げ行動不能にする。まあ、0.5 秒間がどれだけというのはありますけれども、はい。まあ、ただね、意外と長いですよ、0.5 秒。はい。っていうのはまあ置いといて、ポイントはね、ここじゃないんですよ。はい。この次、反撃ダメージ、これ、非攻撃時、通常攻撃ダメージの 160% 反射。これがやばいと思うんだよね、トライモン。で、海外版でも、120からは、斧だよっていう声は多いです、実際。はい。まあ、トライモン使ってないのでね、あくまでも仮説になっちゃいますけども、ここは一緒ですね。なので、仮にですよ、斧は、
トラウマ的な防御に例えば HP をガン上げしたとすると、相手が攻撃すればするほど、反射するわけじゃないですか。はい。で、あと打ち上げたりとかね。で、自分は HP が相手より高ければ、理論的には、これはもうね、防ガン殺し、防ガンキラーになるわけなんですよ。はい。なので、レベル120になると、この、斧が、強いですよと言われる風になっているのかなという風に思います。はい。でですね、今この言ったレベル100でボウガン、レベル120で斧というのはおそらくですね、まさにその職業の強さの変遷からみんながそういう風に、選びやすくなってるんですよね。っていうのは相性があって、まあ、こんな感じなんですけれども、はい、職業的には魔法は、剣に強い、剣は弓に強い、弓は魔法に強いっていう、まあそういう、相関図になってると思っていただいて良いかと思います。なのでまあ基本的にね、まあレベル80まではね、やっぱり魔法使いか弓を使う方が多いじゃないですか。なのでやっぱね、弓強いんですよ。でレベル100になるとやっぱボウガン強いですよね。一方で剣と斧を使う人って少ないと思うんですよ。なのでボウガン強くなりますよねと。まあいないからね、宿敵が。でレベル120になると今度はやっぱり弓が強いぞと。おでも斧も結構強くなったぞということで、弓殺し、ボウガンキラーの斧が活躍する、みんな選ぶことになっていくんじゃないかなと思います。なのでまあその逆張りをしてね、はい、レベル100は弓対策で斧で、レベル120になったら斧対策で、魔法使い魔王っていうのもまあね、選択肢としてはありかなと思います。ただまあその一般的というか、まあ海外情報とあとはその能力の特性を見た時に、その強さの伸び幅だったり実際のその性能とかを踏まえると、まあ確かに順当にいくとね、レベル100でボウガン、レベル120で斧、まあ、トラウマは斧が一番気になりますね。通常攻撃された 160% で返すってやばいでしょって。これはもうボウガンと弓はもうね、通常攻撃と連撃でね基本攻撃しますから、まあ多分連撃は発動しないのかな。でも通常攻撃でもね、はい、弾数増えますからね、そうだとどんどん反射しますよねと。っていうので斧は結構ね魅力的だなと思いますね。はい。なんですが、あっていうのはまとめです。はい。であとは冒頭言った通り、とはいえね、トラえもんのサーバーの上位3名はまキノコ系統ですし、はい、もうこれはね、はい、もちろん強さっていうのは職業だけで決まるものではありませんから、はい、もう最後の最後はやっぱり自分の好みに応じて、強くしていくっていうのがまあ楽しいんじゃないかなと思いますね。はい。楽しい道を選んでいけばいいんじゃないかなとは思いますが、ただ、まあ一般的というか合理的に見た上でどんな選び方をすればいいのかというと、まあこんなところがきっとセオリーになっていくんだろうなというふうに思います。まあなので逆張りもありですよというところもお伝えさせていただきます。はい。ということでね、まあとにかくこれが絶対最強ですっていう職業はないわけです。はい。相性もね、職業ごとにもありますしね。はい。まあそれがあったらもうみんな使って面白くないでしょっていう話なので、はい。っていう中で、それぞれの職業の特徴を踏まえた上で、まあ本当ね、自分なりのというかね、はい、育成を楽しんでいただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。